はい、青春大原益子です。今日もよろしくお願いします。ということでね、今日は一人なんですよ。過酷な仕事なんで一人寂しく撮らなきゃいけない日もあるんですよ。ということでね、今日はですね、商品レビュー、初めての商品レビューだよね、やってみたいと思います。わかりますか、これサーフェイス3用のステッカー、エレコムさんから出てるステッカーですよ。わかりますかね、こうサーフェイス、1台前のサーフェイスですね。あの去年私買いました、はい、っていうサーフェイスのこの背中の面に貼るドレスアップステッカーですよ。こちらをね、あの買ってきました。っていうのもね、あの今まであんまりこれ使ってなかったんですけど、メインの PC にねお茶をぶっかけてしまって壊してしまったので、今編集をねサーフェイスで全部やってるんですね。愛情注いでやりたいなと僕思いまして、そういうことでね、このエレコムさんのサーフェス用のフィルム買ったんですよ。買ったんです。かっこいいっしょ。あのね、どういうのかって言いますと、ちょっと開けますね。ですね、こういうビニールっぽいステッカー、ステッカーというかシール、保護シールで、柄がわかるかな、カーボン調なんだよね。カーボン、かっこいいガラス繊維ですよね、カーボンって。こういうカーボン調のね、かっこいい柄に入れて、もうこいつを保護してやろうっていうね、魂胆ですよ。かっこよくドレスアップしてやろうじゃねえかとね、思って買ってきましたよ。なんかパンってやっちゃったな、なんだろう。ということでね、早速今回ね、これを貼っていきたいなって思ってるわけです。ちょっとじゃあサブカメラね、用意してね、サブのカメラをね、回しましょうか。ということでね、今回はこちらのサーフェスにこのステッカー貼っていきますよ。はい、ステッカーね、これ上下に入ってるだけのものでした。はい、別になんか他になんかついてるもんでもなかったね。うん、じゃあ貼っていこうか。よし、どういうことだ、なんでだ、わかるわかる、ちょっとおかしいおかしい。俺サーフェイス3用のちゃんと買ってきたよ。ん、合わない、どういうことだ。エレコムさん、これサーフェイス3って書いてありますよね。これも去年のモデルなんで、サーフェイス3なんですよ。あれおかしいな、なんで合わないんだ、なんでだ？え？ちょっとおかしいだろ。おかしいよね。どういうことだ？去年のモデルってサーフェス3だよね。今4出てんだから、3なはずなんだ。わかった。わかった。わかった。ああ、もうやだ、何なんだよ俺。パソコンにお茶はかけるしさ、 AKB 推しメンは卒業するしさ、もうほんとついてないよ、何なの。さあもうやだ、あーもうやだ、わかりました、すいません、わかりました。これサーフェイス3じゃありません。自分の使ってるモデル、これサーフェイス3じゃないんですよ。サーフェイスプロ3です。そうだよ、動画編集とかするんだからさ、上位モデルのプロ3じゃないと動くはずないんだよ。なんで俺さ、間違えてサーフェイス3用のステッカー買ってるわけ、なんなの、合うわけねえじゃん。あーやっとれん、まあいいや、貼ろ貼ろ、もうもう仕方ないから貼ろう、もう返品もめんどくさいし、もう開けちゃったもんね、もう仕方ないよ、貼ろう、貼ります。なんだっつうの、突っ込んでくれる人もいないしさ、寂しいな。何このダサさ、え、
あ、もうカメラも合わねえじゃん。まあいいや、もうどうせダッサ、ひど、うわー、はい、晴れました。見てダッサ、もう全然サイズ合わない、ダッセあーもうやだ、もうやだ、もうやだ、もうこんなこと起きますか。はい、ということでね、物を買うときはちゃんと確認しなきゃダメだぞ。俺みたいな後悔をすることになる。ということで、青春オーバーラン益子でした。